皆さん、ゆっくり霊夢です。前回より、江戸の懐と称しまして、江戸人たちの金銭事情を取り上げているこのシリーズ。2回目の今回のお題は、もらったお金の使い道。江戸の物価、人々の台所事情についてを解説したいと思います。どうも、ゆっくりマリサです。貨幣が統一され、少額通貨である銭が大量に生産されたこの時代。物を同等の価値のお金と交換するという、いわゆる貨幣経済が浸透したのも江戸時代の大きな特徴です。前回、江戸人のお給料、ということで、その収入を現代のお金に置き換えて解説しましたが、実際には、武士はお米での支給、職人は銀でなど、その形態は様々であったのです。当時、暮らしに必要な日常の買い物のほとんどが銭での取引でしたから、武士などはもらったお米を、自分たちの食べる分を除いて銭に交換して使っていました。街道や航路が整備され、物流が急激に発達した江戸時代。全国から大名や武士が集まる江戸は、一説では人口が100万を超えていたとされています。そんな巨大な人口を排する江戸。様々な物資がその東西を問わず、海路陸路と日々運び込まれ、そこで大量に消費されていました。この大消費地江戸で、人々がどのように消費生活を行っていたのか。また、どんなものにお金がかかっていたのか。そんなところを知れば、江戸時代がより面白くなるのではないでしょうか。さて、江戸の物価を紹介する前に、まず、江戸時代の人たちがどんなことにどういった割合でお金を使っていたのか。その収支の内訳を、とある下級武士と、町人である大工を例にとってご紹介したいと思います。あれ、前回も出ていた農民はどうしたんだ。納税者であり、生産者である彼らは、消費者である江戸の人たちとはちょっと考え方が違うのよ。農民については、また別の動画でゆっくり取り上げたいと思います。まず、武士の代表、御家人の家計簿。50俵3人武士の、妻一人子一人、お役目についている、下級御家人のケース。この淵っていうのは。武士は無役でも俸禄がもらえたんだけど、その代わりとして軍役を果たさなければならなかったから。だから淵はそのための手当てってことね。ということはこの御家人には常に3人の家来がいたってこと。時代によって変遷があったけど、50俵クラスなら、お供は小物一人が基準だったわ。もちろん80俵なら2人、150俵なら3人っていう感じで、6が上がるごとに負担は増えるわけだから。なるほど、それが武士にかかる唯一の義務、税金ってわけだな。前回解説した時と同じで、1両30万円での計算だと。お給料分で525万円。半量として支給されている淵米も、家族と家来で食べる分を除いて換金したとすると、収入は580万円ほどの計算となる。一般的なサラリーマンなら必要十分な年収だけど、武士は個人事業主だしな。そう、武士は家族だけではなく、その家来の生活も支えねばならない身分であり。そのお役目にかかる費用も自腹で、上司への付け届けや、子女の教育費、交際費など、その身分と見栄にかかる費用は莫大であった。見栄はわかるけど、これじゃ赤字じゃ。まあ、借金を重ねる家もあるにはあったんだろうけど、このケースでは、涙ぐましくアルバイトをしていたという計算で、帳尻を合わせることにするわ。これが武士の副業か、涙ぐましいよな。まあ、唯一の救いは、町民と違って広いお屋敷が廃業されているから、修繕費はかかっただろうけど、基本家賃は無料よ。その屋敷を人に貸したり、余ったスペースで副業をしたりして、下級武士は食いつないでいた。戦国時代に武功を立てたご先祖様が聞いたら泣きそうだけど、これも時代ってやつだよな。時代劇で御家人が、稼ぎのいいか立て技や裏かように勤しむのもわかる気がするぜ。さて、次は町民。この算出の基準となった、江戸のエリート職人、大工さんのケースで見ていきます。一人前のベテラン大工として、一日の日当銀5匁4分。これが1年294日稼働と仮定すると、年収が約800万円にもなるわ。
これは、武士に比べても非常にシンプル。さすが高級鳥っていう感じの内訳だよな。うん、まあ当時としては一般的であった。二軒の長屋に住み、衣食に金をかける。宵越しの金を持たない、典型的な江戸っ子、都会っ子の生活よね。武士と違って煩わしい宮勤めでもないし、腕一本で稼げる職人。羨ましいぜ。でも、無役でも衣食住が保障されている武士と違って、職人は体が資本。社会保障なんてなかった当時、病気になったら食い上げよね。そりゃそうだよな。それに当時は独身が多かったっていう話だし、独り身で病気になったら。よりしろとなる土地や身分もなく、全くの腕一本で心象をこしらえた彼らの方が、よっぽど自営業と呼べるんじゃないかしら。昔は職人が親方を継ぐとき、その先代の面倒を見るっていうのが条件だったっていうのは聞いたことあるな。当時は都会も田舎も、みんな助け合って生きていた社会っていうことなんでしょうね。今よりずっと小さな政府だったわけだからな。ということで、江戸の台所事情、スタートです。さて、今回も当時の物価を現在のお金に当てはめていくんですが、前回より使用している、1両30万円だと、すべてのものがかなり高額になってしまい、いまいちピンとこないと思いますので。まあ、さすがにかけそばが1杯1200円だったって言われても、ちょっとな。というわけで今回は、今のお米の価格との対比で算出した金額、1両6万3000円という計算でご紹介したいと思います。まあ、当時はお米も貴重だったけど、お米以外のものの価値がべらぼうに高かったから、その辺もいい比較になるよな。それではまず一発目。庶民の住まい、長屋のお家賃。間口が9尺、奥行きが2間の、今でいう4畳半の 1K の標準的な裏長屋で。月65文。安い。火事の多い江戸。壊しやすくて建てやすい、梁が細くていろりのない狭い長屋に、親子がひしめき合って住んでいたの。子供の頃、ばあちゃんから、東京の人はマッチ箱の中に住んでいるようなものって言われてたけど、それは昔からだったのね。もちろんトイレは共用、風呂は銭湯を利用したわ。トイレは長屋の収入源だからな。中心部であれば、水道代は無料だけど、高かったのは調理に欠かせない薪や炭。明かりのろうそくなんかね。当時は明かりは貴重だからな。早起きは三文の徳なんだぜ。いいこと言うわね。引きこもりのあんたも家計を助けるために、協力してみたら？はい、次行ってみよう。食卓に欠かせない、主食と調味料。お米1キロ、430円。これが基準だからな、まあこんなもんかと。麦一升、432円。一升って？一升は、よく目にする一升マスの容量だけど、重さにすると約 1.5 キロ。これって安いの高いの。まあ、大麦は麦飯にしたし、小麦は粉になってうどんや、切りそばのつなぎになったから、一概には言えないけど、完全国産の麦って言うんだから、安いと思うわよ。ご視聴の皆さん、ここに出ている食材は、完全国産、および有機栽培だということを加味してお聞きください。では次。お醤油。一升735円。お味噌。一貫1890円。この辺は今とあんまり変わらないんだな。うん、まあこれらは江戸近辺でも作っていたし、手頃よね。なるほど、当時は上方からの輸入品であるくだり物が高かったわけだからな。そうね、この醤油も、江戸中期くらいまでは下り醤油がほとんどであったけど、時期に関東でも生産され、その後はほとんどが地場産になっていったのよ。まあ、上方商人に足元を見られる商品はべらぼうに高くなったけど、地場産のものは今から見ても手頃なんだな。そうね、それに味噌は当時自分で作ることが多かったらしいわ。味噌は日持ちしないし、そもそも関東と上方では味が違うもんな。国産化に成功したといえば、江戸時代に一番身近になった調味料がこちら。お砂糖。一升、4200円。砂糖だけむちゃくちゃ高い。あのねー、
砂糖は吉宗の時代にサトウキビからの量産に成功するまでは、ほとんどが輸入品で、目の飛び出るくらい高かったものなのよ。安くなった時代の値段でも今の20倍くらいか。なるほど、昔は甘いものが高級品だったってのがこれでわかったぜ。続きましては、魚介類。たくさんあるのでいっぺんに。俺は普段買い物しないからわからないけど、魚は総じて高いな。でも、この値段を見ると、イワシやアサリ、シジミが庶民の食べ物だって言われていたのはよくわかるよな。魚の中でも、昔から縁起物として珍重され、やたらに高いのはこちら。やっぱりそうか。タイは縁起物の魚の代表格だし、年中行事の多かった江戸時代には欠かせない食材だったわけだから。そう、縁起物は高い。それは、初物をありがたがるご祝儀相場がそうさせることもあるんだけど、現在とは対照的な価値の魚がこちら。出ました初ガツオ。江戸っ子にとってマグロは下世で、代わりに初ガツオは着物を売ってでも食べたいものだったっていうのは江戸時代のネタでよく聞くけど、カツオが1尾15万円って、改めて聞くとべらぼうな値段だよな。当時は淡白な白身の魚が高級とされていたから、江戸っ子の初物好きはここに極まれりってところよね。これらの多くの魚は、日本橋にあった魚河岸で日々取引され、江戸で一日千両動くと言われた、吉原の遊郭、浅草の芝居小屋に並ぶ賑わいを見せていたのよ。日本人は魚が好きだからな。さて、魚ときたらお次は、肉だよな普通。でも獣肉は当時。そう、以前に取り上げたモモンジヤなど、隠語を用いて一部では食べられていたけど、当時はやっぱり肉といえば鶏肉。このように多様な鳥が食されていたわ。なんだか天然記念物が混じってる。そう、昔は鶴やトキ、キジなんかは、野鳥の中ではよく食べられていた鳥で。中でも鶴は縁起物として、べらぼうに高かったらしいけど、味はさほどでもなかったと言われる。まあ、当時は味よりはその縁起を担ぐことに価値があったわけだからな。現在では野生の個体が絶滅してしまった時も、当時は害鳥として駆除されるほどたくさん生息していて、需要食材としてよく食べられたわ。時が少なくなった原因は、乱獲だけではなく、田んぼの農薬による餌の減少だったっていう話だからな。それから、現在の一般的な鶏肉である鶏は1羽6300円、卵も高いもので300円を超えていた。この鶏の形容は、周辺の農家だけではなく、下級武士のいい服用とされ、比較的手に入りやすい食材ではあったの。それでも、今と比べれば高いわけなんだけど、冷蔵輸送ができる前までは、卵や肉ってほんと高かったらしいからな。大元プロ野球選手のタレントが、大人になってからゆで卵ばっかり食べるようになったのは、幼少の頃卵が貴重だったからだって話だし。続きまして、魚、肉とくれば次はお野菜。地場産、完全有機栽培の新鮮野菜だ。そう、江戸周辺で採れる野菜は、栄養価の高い江戸人が出す下越えによって育った、大変良質なものだったの。野菜は問屋によって買い取られ、神田の青物市場で取引されたけど、近隣の農家では直接江戸に売りに来る者もいて、彼らの大変貴重な現金収入となっていたわ。汲み取りの代金として置いていってくれたとも言うよな。しかし、大根は安いよな。たくあんにしても100円くらいだし、まさに庶民の味だぜ。江戸周辺では、人口の増加によって様々な作物が生産され、隅田川から東側の低湿地帯では、主にレンコンや里芋、ネギなどが、西側の大地では根菜類などが作られ、非常にバランスの良い土壌であったと言われている。練馬大根、小松菜、谷中生姜なんかの江戸野菜が今でも有名だよな。こういった、多くの食材が、江戸の多様な食文化を形成させていったんだけど、男性人口が圧倒的に多い、独身社会の江戸。台所のスペースも狭く、いろりもない住まいに住む江戸人に流行ったのが、気軽に食べれる外食や振り売りのお惣菜。中でも、この屋台は、江戸のファーストフードとも言える食文化を形成していったわ。江戸の屋台っていうと、
司や天ぷらが有名だけど。そうね、屋台の種類は多岐に及び、この絵に描かれているだけでも、水菓子、寿司、天ぷら、蕎麦、お団子と、大変な賑わいであったことがわかるわね。水菓子ってなんだっけ？水菓子っていうのは果物、フルーツのことね。夏のスイカなんかが一般的だったわ。1個632円か、意外に手頃だな。それからお寿司、1貫125円。これも手頃だけど。江戸時代の寿司は、今と違っておにぎりみたいに大きいから、コストパフォーマンスは抜群よ。当時、時間がかかった慣れ寿司から、今のような早寿司ができたのは、せっかちな江戸っ子のおかげとも言えるんだよな。それから、当時の江戸屋台の定番メニューだった天ぷら。屋台では串で売られ、一口4文から6文と大変手軽であり、まさにファーストフードの代表的な食品であったのよね。天ぷら一口100円以下か。こりゃお昼のおかずや、小腹が空いた時のおやつにぴったりだな。お次は時代劇に出てくる外食の代表格、お蕎麦とお団子。安い、こりゃ手軽だ。今は関西がうどんで、関東は蕎麦というのが定着しているけど、昔は麺といえば江戸でもうどんだったらしいわ。そうだよな、蕎麦は初期の頃は蕎麦がきみたいな食べられ方をしていたっていうし。小麦粉が潤沢に出回り始めると、それをつなぎにした切り蕎麦が登場し、それが江戸人の口にあったのか、一気に主流になったと言われている。500円で、天ぷらとお蕎麦とお団子が食べられるなんて、屋台ってなんて素敵なんでしょう。もちろん、屋台だけではなく、料理屋も大きく発展を遂げた。このチャンネルでも以前にご紹介した、定食の元祖とも言われている奈良茶飯や、江戸庶民がこよなく愛した土壌料理、うなぎ料理なんかが登場したのも江戸中期以降になってからよ。砂糖の国産化と、出汁の進化が、料理の幅を大きく広げたんだよな。そう、もちろん、高いものは高かったけど、そこは無理してでも食べるのが江戸っ子ってやつよね。最後に、江戸人の娯楽と、生活に欠かせない雑貨のお値段をご紹介しまして終わりにしたいと思います。江戸人の娯楽の代表、それは、餅、吉原と芝居小屋だな。銭湯です。あやや。当時の江戸は大変乾燥していて、埃っぽかったらしいから、風呂好きな江戸っ子は一日に何度も銭湯に通ったとされる。なるほど、三度の飯より熱いお風呂ってか。銭湯は、現在の社交場の意味もあって、男性用だけだったけど、2階にはラウンジのような空間も設けられていたという。値段も手頃だな。これなら、一食抜いてでも銭湯に行く気持ちがわかるぜ。お次は芝居見物の代表、歌舞伎。桟敷席というお座敷式の S 席はべらぼうだけど、立ち見なら16文と、本当に気軽に見れたの。もともと芝居見物は庶民の娯楽だからな、手頃な値段設定はうなずけるぜ。次は皆さんお待ちかね吉原。と言っても、以前にも取り上げた、最高級遊女、呼び出し中山の揚げ台で、1回1両1分。これは揚げ台だけで、これ以外にも飲食費やおひねりなど多くの費用がかかったのは解説したところだけど、1回や2回通っただけでは、指一本触れさせてくれないって都市伝説まであったよな。そう、でも、これはピンキリで言えば、ピン中のピンで、最下層になると、100文程度で遊べたというわ。100文ってこの算出で言うと、1500円くらいか。そう、100文は当時の人参10本程度に相当し、その遊女たちは、お百さんなどと呼ばれ、蔑まれていたという。ちょっとアレなお話だけど、華やかな一面でそういう人たち、またそういう人を買う人たちがいたっていうのも現実であったのよね。最後に、雑貨いろいろ。これは代表的な雑貨で、新品を購入した時の値段だけど、俺、一旦木綿を板木綿だとばっか思っていたけど、庶民の生活にはなくてはならないものばかりだよな。超リサイクル都市江戸では、こういったものを修理して使い倒し、買い替えても中古として今度は地方の方にまで流通したということよ。まあ、履き潰されたわらじは最後には費用にされたってくらい徹底していたらしいからな。さらに、おなじみの浮世絵や、識字率の高かった江戸では、書物も売れ、日本で初めての職業作家が誕生した時代でもあった。
瓦版って結構高いんだな。っていうか、時代劇ではお金もらわずにばらまいてるけど、あれって本当は有料だったんだな。そして、ラスト。武士の心であった刀がいくらくらいだったかというと。やっぱり高いな。うん、まあこれもピンキリでしょうけど、やっぱりどんなに貧乏でもこれだけは手放せなかったんじゃないのかしら。といったところで今回は終わります。いやー、物の価値の基準をどこに置くかで随分印象が変わるけど、今回は現代人の物価の感覚に当てはめての値段だから、しっくりきたぜ。そうね、現代人というよりも、お米の値段に合わせているから。普段食べているお米と比べて、他の食材、特に行事とかに必要不可欠な縁起物が高かったかがわかるわね。ここには出てこなかったけど、絹や油なんかの下り物、つまり上方の特産品で必需品を、商人たちに足元を見られた理由がわかる気がするな。まあ、結局三貨幣と米という複雑なバランスで成り立っていた江戸経済は、常に値段の変動に見舞われていたという風に考えてもらっていいわ。ここで紹介したのは、あくまでもこのレートであった場合の参考値段だから、一概に高い安いは言えないのはわかっているけど、地方に行けば行くほどこの値段は落ち着いてくるんだよな。そうね、まあこれも一概には言えないんだけど、様々なものがお金さえあれば気軽に手に入る。だから物価が高くなったんだろうけど、これは地方にはない特権だったんではないかとも思うのよ。そうだよな、今の世は通販があるけど、少し前までは、お金はあっても田舎ではなかなかすぐに物が手に入らなかったからな。農民なんかは、そういう意味で様々な蓄えを持っていたのよね。まあ、江戸の人は火事が多かったから、あまり物を持たなかったらしいからな。まさに、地方は家に住んで、都会は都市に住むっていうのが言えて妙なんだぜ。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか？よろしければ皆さんのご意見ご要望、グッドボタン、チャンネル登録などしていただけましたら大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。